あ、マジか。帰ってきたけど、そうなってんのか。あぶねえ。やべえ。どっちでもいい、押せ。いやー、そっちから押せないのかよ。どっちでもいいって書いてあったのに。HP めっちゃ削られたー。ちょっと待ってよ、怖いな。飲むか、もう、命の薬を。ちょっと瓶の容量が足んねえんだよな。来る。解放する。ここで、マジックマントで無敵になっとく。オッケー。この状態で出ていこう。ねえ、マント解除。あれ、妖精になるんだよ。妖精に。くそ。いやー、やばい。魔力持ってかれるんだよ、こいつら。あ、失敗した。くそ。妖精にならなかった。なったんだろうけど、回復になっちゃった。また無駄に使ったー。ありそう。いや、爆弾じゃない。魔力。ハートじゃない。魔力。微妙。なんだこれ、パイプがいっぱいあるけど。中に入んのかな？なんか来てる。あれ、なんで倒れねえんだ。いて、すり抜けてきた。て、いて、て、来た。網。瓶に入れてと。はい、一旦セーブ。なんでこいつ、倒れねえんだ？硬いのか。硬いっていうか、耐久が高い？何もないな。とりあえず管に入るしかねえ。おーおー、どうなってんだこれ。おお。ああ、繋がってんのかこれ。この階層は、広いな。帰ってくんのかな。なんか中でリンク大変な目に遭ってそう。あっちはまあ、左下のとこから行くから、鍵があんのかな？二択。じゃあこっちからで行くか。ほぼ何もしないダンジョンなのかな？いやー、多いね。え？先に行かれたのまずかったかな？いやー！今です。いて！魔力なくなるんだよ、あいつと戦うと。やべえ、うさぎビーム。そして、ちょ。くそー、うさぎになっちゃった。解除まで待たなきゃ。ついでに、あのビームの部屋の抜け方を、調べたというか、偶然なんだけど、知っちゃったので、あいつ鍵持ってんのかな？寄せだ。ちょっと。鍵持ってた。そして魔力回復した。あの部屋へ抜けるか。溜まってる。あぶねえ！いて。説明しとこうかな。ちょっと、やべ、うさぎ解いて、うさぎ。あいつ、目の方向いてるとダメなんだけど、この状態で剣構えた状態で後ろで行けばいいってよ。前にこれ、この後ろ歩きの方法を分からずに、夢を見る島で苦戦したからな。早いな。
ダンジョンの部屋数は結構多いけど、階層の少ないし、一個一個の部屋も大きいしな。だから早いのかな。ここに鍵ありそうだよね。魔力か。ああ、そういうことか、これ。やべ。大抵あいつと行き先被るんだよな。戻るの面倒だから一回こっちから進んでよねーって感じなのかな。網はいらんな。とりあえずブーメラン。右は終わった。左行ってみるか。鍵のかかった部屋があるんだよな、この部屋。はい。何ですか？いててて。全滅かな。よし。よしなんだけど、こいつの対処法まだ知らない。どっち行く？下かな？え、なんだこれ。あっち、あっち行けそうなんだけどな。はい。あー、外。あー、じゃあさっきのとこから外出れんのか？こっちから外出れんのかな？めっちゃ目ある！めっちゃ目ある！いてててててていてててていてててててあれ見なくてもなんか、あー、ここに繋がってんの？ほい。やったー！鏡の盾を見つけたぞ。今までの、盾では跳ね返せなかったビームを跳ね返す。これで、でもここ閉じんのか。鍵、ないよ。これ鍵持ってないけど。ここ鍵あんのか、もしかして。うわー、ウサギビームだ！ウサギビームだ！逃げろ！やべ、追いつかれた。何にもできなくなるんだよ、これ。で、スピード速くなってんな、あいつ、ちっちゃくなるたびに。よし、ナイス！妖精！稀に妖精こいつ落としてくれんのか？ない。ない。あのビーム跳ね返すことに意味があんのかな？ちょ、早すぎる早すぎる。聞いてないだけで跳ね返してはないよな。別にいいものはなかったし、ここないと思うんだよね、さすがに。で、残ってるとこどこだ、これ。ここ通った先、上あったっけ。あそこはどうやって行くんだ。ん？どこで鍵を手に入れんだ。鍵を手に入れて初めてあそこに行けると思うけど。あのローラーの部屋になんかあったのかな。これ通るたんびにリンク叩きつけられてんじゃねえの。また詰まったな。どっかで取り逃してんだろうけどな。心当たりがない。てか、あれボス部屋の鍵で開かねえの？って開くんじゃん。開いたわ。やったー。
穴がありますね。右と左にある。とりあえずこいつは始末しよう。よし。なんかいいものくれるキャラではあるんだよな。鬱陶しいけど。何もねえな。さて、どっち行くか。どっち行っても多分真下の部屋には繋がってそうなんだよな。まあ、こっちから行くか。いや、やっぱこっちから行こうか。上から行こう。あー、これ下だ。下の部屋に繋がってる。何ですか？下ベラ引っ張んのか？え、お前、こっちが押すんだよ！外れです。うわあ！重い重い。どっちが正解とかわからなくね。ルピーの部屋だと？やばいって！お金の部屋はもういいって。ただのお金の部屋なのか、用はねえな。重い重い重い。なんであいつらあんなに重いの？ああ、てか普通にあそこの中に小さな鍵入ってんのか。やべやべやべ。あ？爆弾か？やー！いけた。いけたいけたいけた。体力少な。セーブもう一回しよっかな。暗いね、セーブしよう。ソマリンなのはわかるけど、迷路チックになってるなぁ。やばい！いた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 ！やーばばばばい！ただの休憩スポットかよ。下下下下下行きたかった！ちょっと！やばい！追いつかれそう！下、下。いやー、こっち！魔力じゃなくてハートが欲しい。ギリギリだな。違う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 ！どこ行くの？どこ行くの？あー、どこ行くの？違う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 ！マジで勝手に、ちょっと、マジで、どっこい。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。下、ここ行きたかったの。ボタンめっけ。ん？ソマリンか、これ。ソマリンって2個使えんの？やば、死ぬ。やばいって！やばいって、それ。下。違う！違う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 下下下。あー。もう場所は分かったから、そっち狙っていくか。ここをぐるっと回って、下下下。痛い。痛い。あ、違う。あ、今のとこか。あ？どこだ？あった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 。てか、これの死には妖精反応しねえの？もう飲んじゃう薬。で、多分ソマリーでいいよな。失敗したんだが。ちょ、ブロック生成失敗してんな。
ちょっと待ってー。おい、ギリギリが押せねえんだが。何それ、そんなことできたの、ソマリ。ん？閉まってる音はしねえんだよな、でも。絶対違うって言ったーい。そこ行きたいから、上、左、左。マジでソマリかな？これでいいか？開いてる開いてる。よしよしよし。苦しい。苦しかった。でももうあそこ行く必要ないよね。駆け抜ける。いやー、行き過ぎたー。止まれ。止まれ。危ねえ。よく止まれたな。ちょっと待って、一旦セーブしとこう。もうあの部屋行きたくない。これならいけるか。縦のある方向が重要なんだよな。実は、いや、危ない！ひどい。痛い痛い痛い。いや、やべやべやべ。歩いた方が安全。ああ、なんで？もう回復要請しかないんだから、やめて。マジかよ。奥か？あそこか？痛い痛い痛い、来んなよ。なんだよ、あいつ。あ、あ、ここなんか出れそう。あ、危ない、怖い怖い怖い。ってことは、どっか、亀岩の攻略中、外に出たたい。なーにもない！壁沿いの通路の右、ここか？外に出なければいけないところで、って書いてあるんだよな。あー、さっきの場所か。この上か。どうしよっかな。戻んの嫌なんだよな。攻略した後に来るか。ちょっと、あれ、さっきの暗闇の部屋だけはもう行きたくないので、攻略した後にまた来よう。ヒップル！嫌だー！妖精さんいたわ。なん、ちょっと待って。ダメ、違う、あっち。危ねえ。いや、まだおる。嫌だ。どこ行くの、これ。上か。うまい具合にパズルしてけって感じか。お前の方が楽なんだよな。やだ、こっち来んのかよ。うわーい。いけるな。けど、ところどこにあるってことは、これ鍵あんのか？さすがにないよな、鍵。安全圏から叩けるのはありがたいから。いいけど。ひぃひぃひぃ。やばー。やつらやべえ、ヒップループ。待って、妖精使ったってことはもう一回セーブしといた方がいいな。
これなんかある？え？あ、もうボスですか？あっさりしてるな。塩味かよ。なんだこいつー、なんだこいつ、何をすればいいんだこれは。赤の頭、ファイヤーロッドか。違うな、逆か。そうだそうだそうだ。うわ、凍ったぞ。痛い。うん、あー、やべ、体力がもうさすがにない。魔力がない。飲む、ファイヤーロット。いやー、でもルールは分かったな。いやー、体力微妙。ここまで持ってくんの微妙なんだよな。こいつ横攻撃、あ、間違えた、ソマリンだこれ。横攻撃できないな、さては。よし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 、痛い。あの顔面プレスがきついな。やばい、どんどん動いてるぞあいつ。落ちた落ちた落ちた。なんだ、さっき片方の頭落としてたのか。いやー、俺には死に戻りがある。ソマリンじゃなくて、どっちがきついんだろうな。やべ、顔が来る。落ちた落ちた落ちた。違う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 、魔力足んなくなっちゃった。顔面2発は耐えれるはず。おら、ひぃ、あぶねえ。いや、あぶない。落ちた。ああ、今なんか、もう落ちそうだった。今落ちそうだったな。どっちがいいんだ、本当に。畳みかけろ。落ちた落ちた、あった。いやっほー。魔力がない。回復、道具扱ってる間は俺の時間だ。当たってる。ん？落ちてんのかな頭。体が発光してるけど、これまだ第二形態的なやつなのか。いや、危ねえ。オッケー、殴った。落ちたぞ。あ、終わった終わった。やったー。殴ればよかったのか。動き止めて殴るのが正解だったのか。いやー、まだあった。何ピコピコしてるけど。重い重い重い。あれ、弱点か。お前、画面の外行けんのかよ。マジか。でも第一形態の突破方法分かったからマシか。動き止めて殴んのかな。間違えた、杖間違えた。ちょっと待って、横向いてよ。
け、落ちた。痛い。あ、ちょっと待って、これはダメ、捨てよう。体力が足りねえな、これ。一回もうマジで出るか？で、あ、落ちた、落ちた、落ちた。いや、届かない。やったー。いてー。いやー、きついって。もう、ピコピコいってるもん。ちょっと待ってよ。爆弾。食らってない。殴れない。よし、一発。これだ。やべえだ、もうダメだ。ダメだ、これ。一旦出よう。ちょっと。一旦出るわ。ちょっと、アイテム、集めてこよう。きつい、きつい。さて、せっかく外に出たので、ここだよね。右側から。ここで中に入れば、ハートのかけらがあるはず。What？ ああ、モノマネ師たちか。どうすんだこれ。あ、爆弾投げ込めばいっか。別に。クソ、届かんのよ。ああ、え、あ、ギリギリ。穴か。この隙間に。いやー、地味だなー。ちょ、隙間入ってくんないかな、いいように。これでいいわ。オッケー。やったー。最後のハートのかけら。体力も増える。じゃあ、ボスまで行くか。あの部屋突破すんの嫌なんだよな。さあ、帰ってきたぜ。体力も薬も万全の状態でさらにセーブ。これで資格なしのはず。アイスじゃない。危ねえ。またやるとこだった。ほい。いやー、ダメ。ちょ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 。オッケーオッケー。あぶねー。あいつの頭が消えるときの演出の都合で、こっちは道具とか取り出せないんだよな。もう一撃。痛え。やべやべ。無駄に体力が削れて。落ちた落ちた。あぶねー。回復しよう、回復。早く、早く。この演出中に俺アイテム開けねえんだよ。よし、来た。待って、魔力瓶？赤瓶でいっか。飲め。でー。ほら。魔力尽きるまでこれで。あ、やったー！ウェーイ！無敵の力だぜ。やった。初めからこれ使えばよかったな。やった、最後のクリスタル。はあ、準備万端できたら全然大したことなかったな。仕掛けも分かっちゃってたから余計大したことない敵になっちゃった。無敵が強すぎるわ、やっぱゼルダー。
リンク、よくここまで来てくれました。やっぱりあなたが伝説の勇者だったのね。初めて会った時からそんな気がしていました。ガノンはデスマウンテンの塔に結界を張り、二つの世界の通り道を抜ける時を待っています。デスマウンテンの塔に結界を、ああ、あそこ。ガノンが光の世界へ出てしまったらもう捕らえることはできないかもしれま、しれないわ。でもこの閉じた空間の中ならどこへ逃げても必ず見つけることができます。本当かな？さあ、七つのクリスタルを持って、ガノンの塔へ急ぎましょう。結界は私たちの力で破ります。リンク、必ず平和な国を取り戻しましょうね。オッケー、大丈夫、聞こえてる。勇者の行く道がトライフォースへと導かれますように。体力マックス、魔力マックス。さて。そこか。もう完全にボスマーク出てんな。どうしよっかな。もうやることないから準備。そうだな、準備はいるよな。瓶とか割と空にしてるし。妖精一匹捕まえるか？妖精すぐそこにいるんだよ、実は。実はね、すぐそこにいるんだわ。ここに。あー、いない取った後だからいないわ。まあ。ここまで帰ってくるのは全然容易なんだよな。あの、最奥に行くのより。なので、どっか妖精ポイントあったよな。まあいいや、それは録画外で。一旦リンクの家にでも帰っとくか。というわけで、まあ今回はここまでにしときましょう。次回撮る分で、まあ、デスマウンテンだから向こうの世界なんだけど、撮る分で最終回かな。一応パワーアップアイテムは全部取ってるし、ハートのかけらはあるので、まあ、あとそうだね、この空いてる瓶に薬詰めていけばいいかな。弓とか爆弾はそんだけあれば足りるでしょう。というわけで今回はここまで。それではまた次回、バイバーイ。